もう一冊だけ読んで。そしたらちゃんと寝るから。じゃあ、これを読んだらちゃんと寝るんだよ。僕の名前はタイ。僕はエレビッツが大嫌い。パパとママはエレビッツの研究をしていて、僕よりエレビッツの方が大好きなんだ。だからパパとママとエレビッツは毎日一緒。エレビッツはね、カイが生まれるもっともっと前に大きな雷から生まれたの。そしてずっと昔から人間と仲良しだったのよ。雷なんてなければいいのに。そしたらエレビッツなんかきっと生まれてこなかったんだ。エレビッツがいなかったらきっとパパもママも僕と遊園地に行ってくれるよね。うわ、部屋が真っ暗になっちゃった。どうしよう。僕にはよくわからないけど、街中が大変なことになってるみたい。パパもママも僕を置いて慌てて研究所に行っちゃった。でも平気さ、もうすぐ大好きなテレビの時間だもん。あれ、なんでテレビがつかないんだろう。あ、そういえば電気が使えるのも車が走るのもエレビッツがいてくれるからなんだ。大好きなテレビを見るのにも必要なんだよ。もしかしたらエレビッツのせい。でも手で触るのは気持ち悪いし。そうだ、パパのキャプチャーガンでこいつらを捕まえてやる。